デロイテル級巡洋艦は、オランダ海軍の巡洋艦の艦級である。デロイテルの名は、英乱戦争の英雄で17世紀オランダの海軍軍人、ミヒール・デロイテル帝国にちなみ、先代の巡洋艦で、ロイテルの名を受け継いだものである。計画、飛行時の艦名から、デゼーベンプロビンシェン級もしくは、エンドラハト級とも呼ばれる。本級は、オランダ海軍が、 植民地の保護のために建造した巡洋艦である。1938年、スマトラ級巡洋艦の代替として計画され、1939年に寄港された。前型の仙台でロイテルの設計を発展させた 15.2cm トル砲射10門を搭載する列強海軍の軽巡と比べて遜色のない設計であった。しかし、 建造途中の1939年にドイツにより第二次世界大戦が勃発し、1940年にオランダはドイツの侵攻を受けた。本級は建造中の状態で接収され、一番艦はドイツ海軍が練習艦として使うために工事が続けられた。建造ペースは占領下でもありゆっくりとしたものであったが、1944年には浸水し、工事は その後中断された。第二次世界大戦末期に連合軍により、オランダが解放されると本級も、ドックごと奪還され、戦後の混乱が終わると、第二次世界大戦の戦訓を取り入れて大幅に設計を変更して、工事を再開し、1953年に相次いで収益した。 1960年代前半には2番艦デゼーベンプロビンシェンのミサイル巡洋艦への改装が実施され、後部手法等を撤去して、対空ミサイルの連装発射機を装備した。1番艦デロイテルは1973年、2番艦デゼーベンプロビンシェンは1976年に、相次いでペルーに売却され、それぞれアルミランテクラウ、アギーレとして再収益した。 両艦は1980年代に近代化改装を施されるが、1999年に、アギーレが退役、2017年9月26日に、近年まで現役だったアルミランテ・クラウが退役した。近年まで、ペルー海軍籍にあり、世界の海軍において2017年9月時点で、アメリカ海軍及び、ロシア海軍以外に唯一在籍する巡洋艦であり、 近年まで在籍した唯一の第二次世界大戦終結以前に寄港、浸水した大型戦闘艦であった。本級の元々の9名は一番艦として、予定されていた艦名よりでゼーベンプロビンシェン級とされる予定であったが、建造中に先代のデロイテルが戦没したためにその名を受け継ぎ、プロビンシェンの名は二番艦に回された。 また、解剖戦艦で同盟のデゼーベンプロビンシェンが近い時代にまで在籍していたため、当初二番艦の名前に予定されていた艦名にちなみ、エンドラハト級と呼ばれることもある。本級はペルー海軍に売却されて再収益した後にも艦名の入れ替えを行っており、時期によって同じ艦が別の艦名で記載されていることがあるため注意が必要である。本級の船体は、 デロイテルに引き続き、朝鮮主郎型船体を採用していた。艦首は前方に強く傾斜したクリッパー型の艦首から、母ース15センチメートル速射砲を1番手砲塔は、3連装砲塔で2番手砲塔は、連装砲塔で背負い式で1機ずつ配置した。その背後に司令塔を基部とする塔型環境と、全部マストが立つ。船体中央部に1本の煙突が立ち、その周囲は、 関西堤置き場となっており、煙突の背後は水蒸気甲板となっていた。関西堤と水蒸気は煙突の側面に片元一機ずつ、軽二機のクレーンにより運用された。選手楼の後部には、後部司令塔と見張り所が設けられ、その側面に 53.3cm3 連装魚雷発射管が片元あたり一機ずつ配置された。 後部看板上に全部と同じく3番手砲塔と4番手砲塔が後ろ向きの背負い式配置で1機ずつ配置された。旋訓により完成した船体をそのまま流用して 15cm 自動砲を持つ軽巡用艦として再設計された。3連装砲塔と連装砲塔を混載していた手砲塔は 15cm 連装砲塔を4機に変更され、環境構造は 大型化して箱型となり、その背後に大型の全部ラティス型マストが立った。水蒸気施設は廃止されたことにより、煙突の位置は後ろに下がって、煙突をまたぐようにラティス型の後部マストが立つ。従来のボホース 4cm 基幹砲に加えて、新型のボホース 5.7cm 基幹砲が搭載され、 連装砲がで2番手砲塔の背後と左右原則部と3番手砲塔の手前に菱形配置で1機ずつ、計4機が配置された。本級のうち、デでベンプロビンシェムは1962年から1964年にかけてミサイル巡洋艦に改装された。艦尾側の手砲刀群が撤去されて線路部が、艦尾まで延長されて、全通型の艦型となり、艦工部には新たに、 テリア対空ミサイルの連装発射機1機及び、その弾薬庫を設置、後部上構えのボフォース5.7センチメートル機関砲が1機を撤去して誘導用レーダー2機が搭載された。ボフォース4センチメートル機関砲のうち全部上、構え両脇の4本は撤去され、半減している。またテリアミサイルの搭載に伴い後部マストに3次元レーダーを設置するとともに、 マストの場所を2番煙突の前から後ろに移設し、2番煙突はマック構造として対空レーダーを搭載した。デゼーベンプロビンシェンに装備されたテリアミサイルのランチャーとイルミネーターはペルー海軍への売却が決定した後に時に撤去された。そして空いたスペースにはアッシュ 3D シーキング対戦ヘリコプター3機を搭載可能な格納庫と発着艦板が変わって、 装着され、ヘリコプター巡洋艦に改装された。本級の手法には、新設計の、ボホース15センチメートル自動砲を採用した。性能的には、重量45.8キログラムの砲弾を、行角45度で、初速900メートル毎秒で打ち出し最大射程25,969メートルまで、最大行角70度で、最大射撃高15,250メートルまで、 届かせる、長射程を持っていた。この新型砲を、新設計の連装砲塔で4機を搭載した。旋回角度は、左右150度で、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分15発である。他に、対空兵装として、ボフォース社の新製品である。 オホース1951年型5.7センチメートル機関砲を採用していた。重量2.6キログラムの砲弾を行革45度で、初速900メートル毎秒で打ち出し最大射程13000メートルまで、最大行革90度で、最大射撃口5500メートルまで届かせる長射程を持っていた。この新型砲を新設計の連装砲塔で4機を搭載した。 旋回角度は左右360度であったが、実際は上部構造物により社会を制限を受けた。手法身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分120発である。機関砲の補助として、母チメ 4cm 機関砲を単装砲がで発揮を搭載した。他に、 対艦攻撃用に 53.3cm 魚雷発射艦を3連装で、片元1機ずつ、計2機を装備した。1962年から1964年に、かけて行われた改装では、後部の 15cm 主砲2機と 5.7cm 機関砲1機、及びそれらの射撃管制装置が撤去され、アメリカより導入したテリア対空ミサイルの、 連想発射機であるマーク 10GMLS1 機を新設した。マーク10より発射される RIM-2 ミサイルはセミアクティブレーダー誘導方式により 37km の射程を持ち弾頭重量は 525kg。このミサイルは対空目標だけではなく水上目標に対しての発射も可能であった。ミサイルは甲板下の卵に 予備弾40発を搭載し、発射機の前方の車上の構造物内に、ミサイルの溶断装置と装填機構が備えられていた。ありがとうございます。